こんにちはまあここ数年のね報道を見ていても思うんですけども何でそのネタばっかり、まあ、メディアはするのかってことなんですよねこれは YouTuber として私も吉谷さんも同じような立ち位置から見ることができるんですけどもそれがアクセスを稼いでくれるからなんですよねそれがアクセスを稼いでくれるってことはそれは多くの人が求めてるネタだからなんですよ でですんでどちらかというと私たち放送側が視聴者をコントロールしているようにも見えるんですけども視聴者の大多数が私たちが放送するものをこれにしてくれっていう風にコントロールしているとも言えるんですよねで放送する側としては放送したくないことは放送しないということもできますけどもでも放送したくないことの中にものすごく大きな数字が取れるものが隠されていることもあるんですよねだからそことのバランスですよねうーん だから何でもかんでも視聴者さんが求めてるものを放送すると根本からまあ私たちのねえまあ放送側か放送側の基盤が揺らぐことがあるんでうまいことリークしながらうまいこと隠しながらやってるっていうまあその手腕が放送側には求められてるんじゃないかなと思いますよねえー例えば YouTube を私たちビジネス的にやっていても毎回セールスの動画だったらさすがに視聴者さんはもう離れていくと思うんですよ圧倒的なスピードでねでも99%は なんか気づきのある視聴者さんにあなんかそれいいねみたいな気づきがあるねみたいなネタだったり面白いねって感じさせるものがあってそこで信頼関係ができた時にたまに性別があるとこれはバランス的に売れやすくなるみたいな形があるんじゃないかなと思うんですよ。で短期的な目線で見るのか長期的な目線で見るのかってことになってきますけども両方をコントロールして短期も扱うし長期も扱うしっていうこのさじ加減が必要なんだろうなと思いますね。そううなるると毎日放送するっていうのは あるるる一定ののボリュームでで放送すすは前提になるんですよね。だって1日に1本とか1週間に1本しか動画放送しなかったらそれこそおまずは視聴者さんとの信頼関係を作るのに時間がかかっちゃってじゃあそのうちの一部で成立しますよって言ったら成立するタイミングってのが年に1回とかね年に2回とかになっちゃいますからとても自らの生活を賄うようなビジネスが成り立たないってことになっちゃいますよね。だから私たちは常に放送して、 毎日新しい視聴者さんをつ掴んでいるんだろうなっていう感覚はいるんじゃないかなと思うんですよところでねなんかちょっと今思い出したんですけどもすごく面白い例があったんですよあの男性と女性でよくねその年収とか若さとかいろいろ論争ありますけども基本的に男性と女性が、まあ、デートしたりなんかやると男性が払うことになることが多いと思うんですよ女性が払うのが当たり前っていう文化はないと思うんですよね だから短期的に見ると女の子はあのいつもおごってもらって得だよね大体の女の子おごってもらうでしょ得だよねっていうふうになるのは、まあ、多くの方が共通して思うとこだと思うんですよところがこれをね長期的に見たらどうでしょうってことなんですよ毎回毎回女の子はおごってもらうだからあいつもありがとうございますおごってもらってっていうふうな一回一回はそのぐらいで済む関係なんだけどもこれがね10回 100回10年20年30年50年100年200年というスパンで大体人類の歴史上男性がおごる例が多いよねってことになるとこの積み重なった目先の欲得っていうのは実は逆転する可能性があるんですよ。というのが女性はいつもおごってもらってああなんかただで美味しいもの食べれてよかったまた次もおごってもらえるんだよラッキーみたいなねことになっていくと今度は立場ができちゃうんですよね。だって男性が払う女性がもらうっていうふうなこのパワーバランスが 一回一回だったら大したことはないんですけどもそれが伝統的に積み重なっていくとね払える男性が女性の主導権を握るっていう形ができて払えない男性は女性の主導権を握らないっていうそういうふうなね性的なあの文化ができてしまうんですよねこれはだからなかなか否定できないんじゃないかなと思うんですよだから目先のことばかり追いすぎると長期的には損するよってことなんですよただし長期的な損っていうのが自分の人生に及ばさないぐらい、あのー、すごくね、えー、長いものだったら 目先の得だけでで生ききていくこともできるのかななってことかなとかか思うんですから,、ねうん、だからバランスがねどうかってことですよねバランスが五分五分でいいのか6対4がいいのか9対1がバランスなのかはては10対0でバランスが保ててるのかっていうねバランスの話をちょっとしてみましたね。